こんばんは。今日は今から料理をしようと思います。で、何を作るのかっていうと、こちらのブラウンライスを茹でてバターライスを作ろうかなと思います。このブラウンライスなんですけど、前にここに住んでた人が私のために残してってくれたので、今からこれを使って料理をしていきたいと思います。イギリスに来てからまともに料理をしてないので、今日うまくいくかどうかわかんないんですけど、やってみようと思います。あとは調味料も限られているので、味もうまくいくかどうかわからないんですけど、作ってみたいと思います。玉ねぎの皮を剥いてきました。一人前なので今日は半分だけ使います。これがラップです。こっちはアルミホイルになります。玉ねぎを切っていこうと思うんですけど、どういうふうに切るか悩んでます。玉ねぎがある程度みじん切りにできたので、次はニンニクをみじん切りにしていきます。オリーブオイルを入れます。いい感じの焦げ具合になりました。ここで玉ねぎを加えます。塩です。玉ねぎの色が変わってきたので、
コーンも入れます。ある程度炒まったので火を止めておきます。で次にいよいよこちらのブラウンライスを茹でていきたいと思うんですけど、まずこのお米を洗います。洗うんですけども、1人前は 75g なんですけど、今測りがないので勘で入れていきます。これをしたお湯にブラウンライスを入れたんですけど、塩も加えます。では茹だってきたので火を止めます。お湯を流してきます。ブラウンライスをお湯から上げてきました。これを先ほど炒めた玉ねぎとコーンに入れていきます。結構山盛りな量になりました。こちらにですね、バターを加えていきます。バターがある程度溶けたのでお皿に盛ります。バジルが家にあったのでこちらをトッピングで乗せます。こんな感じで完成しました。ということでバターコーンライスが完成しました。こちらです。では早速いただきます。ブラウンライスはお湯で30分ぐらい茹でたんですけど、芯も通ってるので食べられます。日本のお米のようなふわっと香るようなお米の美味しさっていうのはないんですけど、でもお米として食べられると思いました。お米というよりかはどっちかっていうと雑穀米を食べているような感覚に近いと思いました。私は雑穀米好きなので食べられますね。調味料が胡椒がないので、今日はバターと塩で味付けをしたんですけど、もう少し塩気があってもいいかなっていうふうには思いました。こちらはテスコのレディーフォーミールなんですけど、結構サイズが大きくて昨日の夜食べきれなかったので今日残りの半分晩ご飯でこちらを食べます。多分チキンだと思います。であとはカットサラダを買ってきているのでこちらも晩ご飯で食べます。今日家に誰もいなかったので
のんびり調理できたんですけど、平日だとこのバターライス作ったりっていうのはちょっと難しいかなっていうふうに思いました。この動画を上げるのは年が明けてからだいぶ経って動画を上げてると思うんですけど、今年末なんですね。で、家の住人が自分の地元に帰ってるのかわからないんですけど、今誰もいないので、なので今日はキッチンが自由に使えました。普段仕事がある日だと30分ぐらいしかキッチンを使う余裕がないので、私の時間的な余裕っていう面とキッチンが混雑してしまうので、まあ大体30分ぐらいで食べれるものを用意してご飯を食べるっていう感じにしてるんですね。たまにキッチンが空いてる時があればまた料理をしてみたいと思います。まだ前の人が残してってくれたパスタとか、あと強力粉がすごく余っていて、捨ててしまうのはもったいないので、なんか作ろうかなと思って考えてる途中です。ではまた更新していきます。